おい、浅野、前向け、本当に。マジで、19歳で、本当によくやってると思う、俺は。で、ミスはね、まあ、したくないと思ってやってるわけだから、それだけね、まあ、最後、三振して、うなられてたけども、19歳でそんだけ責任感があるっていうのも僕は、本当にすごいと思うし、多分ね、まあ、わからないけど、先輩方たちは、大丈夫だよって、明日取り返してくれたらいいよって、おそらく言ってると思うし、実際、まあ5年後、10年後、ジャイアンツを、まあずっと引っ張ってってくれるようなね、素材だと僕は思ってるんで、今日のこの1試合、負け、まあ痛いは痛いよ。痛いは痛いけど、それを糧にして、もっと大きく成長してってくれたら、こんな安い投資はないんちゃうかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたカープ対ジャイアンツのですね、試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、結果から言いますとね、まあ、今日、まあ、逆転負けを喫したんですね。まあ、4対5というところで逆転負けをしましたと。で、今僕冒頭でも言いましたけど、まあ、浅野選手がね、まあ、浅野選手一人が悪いわけじゃないけど、浅野選手がまあ、ライトで、まあ、後逸をしてしまってね、後ろに反らしてしまって、まあ、負けてしまったみたいな、まあ、ゲームにはなったんですけど、まあ、はっきり言って、浅野選手だけの責任じゃないし、で、実際ね、この19歳で、10代でね、どこの球団見てもこんだけ頑張ってる人っているかっていう話なんですね。で、まあ、僕は、最後ね、こう、三振してうなだれてましたけども、まあ、タオルをね、頭にかけたりとかして、こう、悔しがってましたけども、本当にね、なんて言うんだろう、素晴らしい選手だなって思いました。というのも、まあね、ちょっとね、やっぱりこう、若いとですね、まあ、人のせいにしがちというか、やっぱりそういうところってちょっとあるじゃないですか、人間なんでね。だけども、それを、うわ、俺がやってしまったと、俺のせいだというふうに、本気で思える。多分、おそらく泣いてたと思うんですけど、多分、そういうぐらい、思えるだけの気持ちの強さ、自分の責任感の強さっていうところは、本当にね、素晴らしいなと思うんで、まあ、安倍監督もおっしゃってましたけども、まあ、ミスしたくてやってるわけじゃないし、で、積極的に攻めたプレーをした結果の、まあ、ミスだったんで、まあ、少しね、まあ、それまでもですね、ちょっと守備で、ちょっと怪しいなというか、ちょっとこう、不安があるのかなっていうようなプレーもありましたけども、でもそこもね、まあ、経験だと思うし、勉強かなっていうふうに思うので、それはね、本当に、まあ仕方ないし、まあね、明日以降ね、まあ、試合はずっとあるわけですから、切り替えててもらいたいな、というふうに思います。はい、そんな感じでね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン、振り返っていきましょう。はい。で、その次に、打順の変更点などを見ていきます。で、最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここ、ポイントでしたよみたいなところですね、配球チャートなんかを用いながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきたいと思うんで、僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、ちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。はい、まずですね、今日は結果、まあ、4対5というところで負けてしまいましたと。で、まあ、序盤からですね、まあ、中盤、まあ、後半に入るぐらいですね、ずっとジャイアンツのペースだったんですね。まあ、僕正直、もうほぼ、まあ、80% 程度以上ね、まあ、ジャイアンツが勝つだろうっていうね、流れだったんですけども、まあ、逆転負けをしてしまったというところですね。はい。で、まず振り返っていきますと、まず1回表、ワンアウト1、2塁から岡本選手の、レフト前ヒットタイムリーですね。非常に状態上がってきてますと、岡本選手ね。はい。非常にこれはいいことなんじゃないかなと思います。で、5回表ですね、2アウト3塁から浅野選手のね、これ、レフトへの2ベースで、得点、2点目。で、6回表もですね、2アウト満塁からこれ横川選手ね、今日ピッチャ先発の横川投手がタイムリー打ちますと。はい。で、この時点で3対0になるんですね。で、6回裏にですね、2アウト3塁から秋山選手にですね、ライト前ヒット打たれまして、まあ1点返されると。で、この時点で3対1ですね。で、8回にも1アウト2、3塁からオコエ選手のショートゴロの間に1点取りまして、もうこの時点で4対1っていうゲームなんですね。で、ここですよ。8回裏。8回裏に2アウト1、3塁から秋山選手のライト前ヒット。で、2アウト2、3塁から
小園選手の、まあ、ライト前ヒット、まあ、これが後逸になったんですけど、うん、じゃあ、秋山選手のやつを後逸かな。で、小園選手のやつを、あ、小園選手のやつですね。小園選手のやつを、まあ、ライト前の、まあ、後逸してしまってというところですね。で、ツーアウト1、3塁で、まあ、末金選手にも、まあ、タイムリーな、レフト前のタイムリーを打たれて、まあ、一挙この回4点取られてしまうと。で、逆転負けをしたというところですね。はい、で、次ですね、打順の変更で見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のーカープからいきたいんですけど、カープ結構変更点ありまして、まあ、秋山選手が1番から3番に入っております、時はね。で、小園選手が3番から今日は4番に入っております。で、坂倉選手がですね、昨日4番だったんですけども、今日は、坂倉選手は5番に入ってますね。はい。で、昨日ファーストだったんですけども、今日キャッチャーに入ってます、坂倉選手ね。で、昨日、5番だったロバイス選手に代わって今日は二股選手がね、レフトで1番で入っております。で、菊池選手がね、今日は7番から8番になっておりまして、で、末金選手が8番だったんですけども、今日は7番に上がっておりますと。で、キャッチャーがですね、今日は相澤選手から坂倉選手ですね。で、ピッチャーが大瀬良投手からアドア投手というところで、アドア投手なかなかね、まあ、ジャイアンツ結構打ててないと思うんですよ。まあ、ゴロを打たすというか、まあ、ムービングボールというか、まあ、そういったところで、まあ、三振めちゃくちゃ多く取るかって言ったらそうではないんですけど、まあ、打たされたりとかするところがあるんで、非常に、まあ、ベルトから上ですよね。そのボールをどんだけ打っていけるかっていうところが鍵になってくるんちゃうかなと思ってました。はい。で、対するジャイアンツですけども、ジャイアンツも少し変更ってありまして、昨日5番キャッチャーで出てた、大城さんが今日は欠場というか、今日は、6番に、岸田選手が入っております。で、6番に坂本選手だったんですけども、今日は5番に昇格しておりまして、で、昨日モンテスがレフトで出てたんですけど、今日はオコエ選手がね、スタメン出場というところですね。で、ピッチャーは井上投手から横川投手というところで、まあ、横川投手もね、まあ非常にまあ、久しぶりの先発というところで、まあ、まあ、ファームでもしっかりやってきてますからね。そういったところで、まあ、本人のコメントもね、ストライク先行でいきたいっていうふうにね、ストライクゾーンでどんどん勝負していきたいっていうところがあったんで、まあ、とりあえず、無駄なフォアボールだけはね、出さずに、まあ、コントロールはいいピッチャーですから、そういったところはね、テンポの良さとかっていうところも、僕は期待しておりました。はいですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたみたいなところを、できるだけ分かりやすくね、面白く飽きさせないようにね、お話していきたいと思うんで、ここから見てください。よろしくお願いします。はいですね、まず1回表見ていきましょうか。まあ、先制点取った回なんですけど、これもやっぱりね、フォアボールとか絡んでるんですね。はい。点入るときに大体フォアボールとかエラーとか絡みやすいからね。はい。で、ワンアウトからこれ浅野選手、フォアボール出たんですね。で、吉川選手、めちゃくちゃ好調ですね。本当にこれライト前ヒットね、打ちまして、で、ワンアウト1、2塁という場面で、まあ、岡本選手がレフト前のタイムリー打つんですけど、これもね、別に決してめちゃくちゃ甘いかって言われたら、そうではないんですけど、まあ、ちょっと低めのね、スライダーだと思うんですけど、うまくね、ワンハンドでというかね、こう泳がされながらではあるんですけど、まあ、ヒットというところで、まあ、非常に状態がいいなっていうところ、こういう打ち方できる時っていうのは、遅いボールに対しても、速いボールに対しても、うまくアジャストできる、打ち方なんで、非常にナイスバッティングだったなというふうに思います。ショートスイングですよね。はい。で、非常にいいプレー、今日ありました。はい。で、1回裏ですね、まずワンアウト、ランナーなしで、矢野選手がショートゴロ打ったんですけど、これ、門脇選手ね、素晴らしいプレーしたんですよね、三遊間の打球。うん。普通ね、三遊間の打球って難しいんですよ。というのも、ファーストがね、まあ、ショートから見たら左側にありますと。だけど、打球は自分の右側に飛んできてるんで、こう、取ってそっから踏ん張ってファーストに投げないといけないんで、まあ、右側に走って、取ったボールを左側に投げるってことは、遠心力というかね、こう、すごく踏ん張って投げないと、一塁には投げれないんですけど、それをね、門脇選手のバランス感覚であったりとか、体幹の強さですよね、そこでグッと踏ん張って、足で踏ん張ってしっかり、そこからファーストに強いボールを投げるっていうのは、足の使い方が上手くないとできないし、まあ、肩の強さとかっていうのも強くないとできないんで、そこをね、まあ、俊足の矢野選手というところをしっかりアウトできたっていうところは非常に素晴らしいなと思いましたし、まあ、確かね、まあ、今年ちょっとエラーが多いとかっていうところありますけども、こういう守備を見るとね、なかなかこう普通のショート、それ以外門脇選手以外のショートではなかなか今のアウト取れないなっていうところはね、正直感じました。はい、で次いきます。4回裏いきましょうか。4回裏、ここ非常にね、
まあ良かったっていう、ジャイアンツの守備で良かったってところなんですけど、まあ、先頭ね、矢野選手にね、まあサードの内野安打というかね、ちょっとまあ強襲のヒットみたいな感じで打たれるんですよ。で、ノーアウト一塁で秋山選手の場面で、ここどうするかなと思ってたんですよ。まあカープ最近ね、つながりがこうちょっと良くなかったりとかするんで、どういう作戦で、来るかなって思ってたんですけども、まあヒッティングで来たんですね。で、それで秋山選手を 4-6-3 のダブルプレーに取れたっていうところは、非常にね、まあ今日の試合において言っても、非常に大きい、ゲッツーだったんちゃうかなと思いました。これ非常にね、まあインコースのボールを、まあちょっと詰まらした形で、まあセカンドゴロゲッツー取ったんですけど、まあこれ非常に、良かったと思います。はい、で次、5回表行きましょうか。5回表ね、ジャイアンツがまあ得点をした回なんですけど、まあ、先頭ね、門脇選手、門脇選手いいですね、バッティングも守備もね、状態上がってきましたと。で、ノーアウト一塁で、まあ、横川選手のバント、これね、今日ね、横川選手のバント、今日見てたんですけど、まあ、その2個決めてるんですよ、バント。で、めちゃくちゃバントうまいんですね。で、普通ってピッチャーって、まあ、バッティング練習もしないし、なかなかね、こう、バントの練習も、まあ、してるんだけども、やっぱりこう、打撃をね、そんなにこう、専門としてないわけなんで、結構ね、やっぱり下手って言い方あれですけど、まあ、苦手だったりするんですね。だけども、今日の横川選手のバント2つ見ましたけども、どっちも一塁線にね、うまいことバント決めてましたね。決めてましたし、非常にまあ高校時代からまあ大阪桐蔭っていうところでまあ非常にやってきたんかなっていうふうに思うし、やっぱりね、自分を助ける意味でもね、バントってめちゃくちゃ大事だと思うんで、ピッチャーにおいてね。っていうところで、多分しっかり本当に練習してきたんだろうなっていうところはあったんで、非常にね、これはね、ナイスバントだったなと思います。で、ワンアウト二塁。で、丸選手の、まあこれ二遊間に飛んだショートゴロなんですけども、完璧抜けたと思ったんですね。完璧センター前だと思ったら、矢野選手が取ってファーストアウトするんですけど、これも素晴らしいプレーですね、これ。先ほどの門脇選手も一緒ですけども、これ矢野選手ね、ほんと素晴らしいなと思います。僕めちゃくちゃ好きなんですね、この選手ね。素晴らしいと思います。で、ランナーが三塁進みまして、ツーアウト三塁というところで、まあ浅野選手がね、レフトへの、まあツーベース打つわけですけども、これも、今日のアドア投手ね、ちょっと決め球が甘く入ってたというか、少し真ん中にこう偏ってたというかね、こう吸い込まれるようにいってたっていうところあるんで、まあちょっともったいなかったなっていうところあるんですけども、まあそれをね、浅野選手しっかり打てたっていうのはね、素晴らしいなと思いますね。はい。で、5回裏、これね、ジャイアンツが、まあ、この点取った後のイニングの、カープの攻撃なんですけど、まあ、ワンアウトから末川選手にセンター前ヒット打たれるんですね。はい。で、ワンアウト一塁で菊池選手、まあ、ここどういう風な攻撃をしてくるかっていう風に思ってた時に、まあ、1球投げた後に、横川選手がね、牽制をしてね、これ末川選手がね、まあ、牽制アウトになっちゃうんですよ。で、多分ですけど、多分、まあ、スチールであったりとか、エンドランとか、まあ、ラインの人とか、多分サイン出てないと思うんですね。っていうところで、まあ、非常にもったいないなっていうところ、何をやってんだっていうね。まあ、僕はジャイアンツファンだから別にいいんだけども、ちょっとね、カープからしたらですね、何をしてるんだって。まあ、横川投手はね、牽制が上手いっていうのは絶対知ってるわけですから、まあ、いろんなパターンあるんですけども、非常にまあ、首と足をうまく使ってね、投げてたんですが、まあ、これはアウトになってダメなんですよね、はっきり言ってね。で、こういう大体牽制とかでアウトになった時って、大体バッターが打ったりするんですよ。で、これ菊池選手もこれ、ライトに二塁打打つんですよね。で、まあ、これちょっと浅野選手が打球を見失った形で、まあ、二塁打になるんですね。うん。で、ツーアウト二塁で、まあ、林選手だったんですけども、まあ、ファーストゴロに打ち取って、まあ、野手のミスを、まあ、ピッチャーがカバーできたっていうところは非常に良かったんちゃうかなっていうふうに思います。で、次、6回表行きましょうか。6回表、まあ、この回もね、ジャイアンツが点取った回なんですけど、まあ、先頭で岡本選手がレフト前ヒット。で、坂本選手がセンターフライに倒れるものの、まあ、岸田選手も、まあ、ピッチャーゴロですね。で、ツーアウト1塁というところで、まあ、奥江選手が、まあ、ライトで2塁を打つんですけども、これも、まあ、末金選手がちょっとこう、処理に戸惑ったというかね、こう、ちょっとこう、逆を突かれたみたいな形で、ランナー2、3塁になるんですね。で、ツーアウト2、3塁で、まあ、門脇選手だったんで、まあ、次のね、横川投手と、勝負した方がリスクが、小さい、少ないというところで、まあ、申告敬遠したんですけど、このツーアウト満塁で横川選手がこれ、ライト前ヒット打つんですね。もうこの流れで言ったらもうジャイアンツ絶対勝つやろうと思ったんですよ。もうこの感じで言ったらね。で、この打った球も、まあすごくインコースの難しいボールなんですけど、まあちょっとこう手を片手をちょっとパーンって離したような形で、ね、1、2塁間抜いて、まあタイムリーっていうところで、まあはっきり言って僕ここの場面までは絶対ジャイアンツ勝つやろうなと思ってました。で、6回裏、これ、カープに1点取られる回なんですけど、まあ、これ先頭、まあ、ピンチヒッター上本選手、まあ、レフト前ヒッ
と、ライン戦のレフト前ヒットなんですけど、オコエ選手がちょっと投げるときにちょっとボールを落としてしまって、まあ、二塁打になると。で、ノーアウト二塁から二股選手が、ピッチャーゴロかな？ピッチャーゴロ。で、ワンアウト二塁から矢野選手がファーストゴロっていうところで、まあ、ツーアウト三塁作られるんですね。で、ツーアウト三塁で秋山選手、これ、ライト前ヒットなんですけども、まあ、これも、まあ、多少甘かったっちゃ甘かったですけども、まあ、この、やはりこの、オコエ選手のファンブルで二塁打にされたっていうところが、まあ、結果的に得点につながったのかなっていうところもあるんで、まあ、そこはね、ちょっとね、今日はちょっと守備の乱れっていうところがね、ちょっと響いたんじゃないかなと思いました。で、8回表ですよね。これ、まあ、ジャイアンツが1点また取る回なんですけど、まあ、この時点で3対1っていう場面でね、ここで島内投手出てくるんですね。まあ、負けてる場面で島内投手を投入というところで、なんとかね、抑えて流れを持ってきたいというところだったと思うんですよ、カープからしたらね。ただ、岡本選手、レフト前、坂本選手に、センターへの二塁打って打たれて、ノーアウト二三塁作られるんですよ。で、ここでちょっと問題だったんですか、問題だったのが、ツーアウト二三塁でのこの岸田選手のバッティングですね。はい、この、まあ、ライトフライ、浅いライトフライに打ち取られて、まあ、走者が動かなかったっていう、動けなかったっていう場面なんですけど、まあ、結果的にね、これね、まあ、そういうことはね、そんなにしたくてしてるわけじゃないし、犠牲フライ打てたらいいなと思って打ってるわけなんですけど、これでね、僕が思うのは、この、初球、これ、チェンジアップだと思うんですよ。島内投手のチェンジアップだと思うんですけど、果たして本当にチェンジアップを狙いに行って、打ち損じてしまったのか、それかストレートを狙いに行って、チェンジアップ、振りに行った瞬間にチェンジアップだと気づいて、打たされたのかっていうところが問題なんですね。で、僕が見る限りでは、多分、チェンジアップを狙って、打ったっていう形ではないんで、多分ストレートをおそらく狙ってて、早いまっすぐを想定してて、チェンジアップでちょっと抜かれたみたいな形だったんで、内容としては最悪というかね、良くなかったんちゃうかなと思うし、うん、別に結果はね、まあ、仕方ないところはあるんですよ。別にしたくてやってるわけじゃないんでね。だけども、その過程っていうところをね、見直していくっていうところが、次ね、いいプレーをする秘訣かなというふうに思うので、ここは本当に、どういう意識で、やってたのかなって、本当に自分が狙ってたボールを触れたのかなっていうところに、まあ、フォーカスを当てるというかね、そういったところで改善していくっていうところが必要なんじゃないかなと思うし、まあ、ここはね、あまり良くないバッティングというかね、最低限はしてほしかったなっていうところはありました。ただ、ワンアウト二三塁から、オコエ選手、ショートゴロ。これ、内野前進守備してきてね、まあ、絶対ホームでアウトするぞっていう体型なんですけど、そこで、まあ、矢野選手が弾いてしまって、それで、まあ、結果的にショートゴロで点入るんですよ。うん、まあ、ここは、まあ、結果オーライというか、まあ、良かったんちゃうかなと思うんですけど、まあ、岸田選手もね、ここは、岸田選手で犠牲フライ打って、で、オコエ選手でもう1点取れたら、もう最高の形でしたけども、まあ、まあ、結果オーライかなっていうふうに思います。で、ここですよね。最後、8回裏、これ4点取られるイニングなんですけど、まぁ、ちょっとじっくり見ていきたいと思うんですが、まぁ、ケラーで出てきますと、ケラーが今日ね、出てきまして、まぁ、林選手にレフト前ヒット打たれると。まぁ、林選手も、その前の打席かな、のレフトフライも非常にいい形で打ってたんで、今日状態いいなというかね、いい形で振れてるなというふうに思ってました。で、ノーアウト1塁で、まぁ、ピーチヒッター野間選手、これ空振り三振取れたのはでかかったですね。で、ワンアウト一塁で、二股選手を、まあ、ライトフライ打ち取ると。で、ツーアウト一塁なんですね。で、ここでまた出てくるんですよ、矢野選手が。で、ライト前ヒット打たれますと。で、一三塁作られるんですね。うん、これもよく打ちましたよ。152、3キロぐらいのボールを、まあ、詰まりながらではあるんですけど、しっかり初球からね、ショートスイングで打っていくっていう、このまあ、矢野選手っていうのはまあ、その、ポテンシャルがめちゃくちゃ高いかって、バッティングの言われると、そうではないんですけど、こういう状況に合わせたバッティングとか、まあ、守備でもそうですけども、非常にね、頭のね、賢い選手だなと思います。で、ツーアウト1、3塁で秋山選手に、まあ、これ、ライト前ヒット打たれて、まあ、タイムリーなんですけど、まあ、これもね、まあ、まあ、って感じですね。まあ、ライト前ヒット打たれて、まあまあまあ、1点というところ。で、ここですよね。ツーアウト1、3塁で、まあ、ここでピッチャーで、高梨さんに、スイッチするんですね。小園選手なんで、左対左というところで。で、これ、まあ、結果的にこれ、ライト前ヒット打たれて、まあ、浅野選手が後逸して、まあ、2点、入ってしまうっていうやつなんですけど、まあ、ちょっとこれね、配球ちょっと見ていきたいと思います。なんか、X かなんかで、なんか、岸田のリーグとかみたいな書いてましたけども、これは別に、そんな悪くはないと思うんですけどね。はい。僕の意見言うと、まずスライダーでストライク取りますと、見逃し取りますと。で、スライダーで次空振り取ったんですね。で、もう一球合ってないから、もう一球スライダー行ったんですね。で、それでもう一球ファールになったんですね。で、
僕が主にこの2球目のスライダーの空振りは合ってなかったです。で、3球目のスライダーのファールは合ってはないんだけど、まだ合ってないんだけど、でも2球目のスライダーの空振りよりはちょっと合ってきたかなっていう感じはあったんですよ。僕的に、僕が見る限りね。で、1球シュート行ったんですね。1球シュート行って、インサイド行ったんですね。で、ボールになりますと。で、多分おそらく普通のバッターというか、まあ、バッターだったら、まあもうスライダー来るやろって。まあこの一球シュート見せたのは、まあ最後外でスライダーで仕留めるためのフラグやろっていうふうに思うわけですよ。で、そこで多分裏書いたと思うんですね。裏を書きに行って、スライダー狙ってるやろっていうところでシュートもう一丁いったんですね。で、それがまあ、ややちょっと甘、まあ勝負球としてはそこまで、いいボールではなかったですけども、まあ裏を書きに行ったんですね。ただそれを、まあ琴ノ選手がまあ打ってっていうところで、まあライト前ヒットになって、まあこれは、別にそれは考え方の違いだと思うんですね。まあスライダー行ってたら、まあいわゆる最後スライダーで行ったら表の配球ですよね。で、この最後シュート行くっていうのは裏の配球っていうかね、バッターの心理の裏をつく配球なんですけども、まあ、これはもう正直2者、一択というか、うん、どっちかだと思うので、そこをまあ逆行ってしまったというか、まあその小園選手が待ってはないと思うんですよ。待ってはないと思うんですけど、小園選手がまあうまく打ったっていうところだなというふうに思います。はい。で、まあこれ、ライト後逸ありまして、まあこれ一挙2点入ると。で、これで同点ですよね、この時点でね。で、坂倉選手を3ボール1ストライクになって敬遠しますと。で、最後、2アウト1、3塁で船場様投手ね、投入して、まあ、末金選手ですよね。これも、スライダーボールになって、スライダーボールになって、結構いいとこ投げてるんですよ、そこそこね。だけどもう末金選手全然追いかけてないんですね。こう追いかけてないんですね、その外のボールに対して。もうほんまに、もう甘いボールしか待ってないっていう形で、で、最後スライダー行ったんですけど、それがちょっと甘いところ高めに入ってきて、もう自分が待ってるところに来たんでね。それで、まあ、詰まりながらではあったんですけど、まあ、レフト前っていうところで、まあ、今日、末金選手の打席見てましたけども、そんなにね、まあ、いい感じではなかったんですね。低めのボールとかも結構振ってましたし、結構追いかけてるなというかね、落ち球にやっぱ弱いんだなっていうところがあったんですけど、もう最後の最後でね、もう開き直ってというか、もう甘いところしか待ってないようなね、待ち方をしてたんで、それは、この末金選手の割り切りというか、狙い球の絞り方っていうのは非常に良かったんちゃうかなと思います。はい。で、で、最後、栗林選手出てきて、まあ、最後ね、まあ、ピンチ行った中山選手先頭出るんですけど、出たんですけど、まあ、強烈なピッチャーライナーをね、栗林選手がファインプレーするっていうのもありまして、まあ、三者凡退でね、まあ、抑えられて負けてしまったってとこなんですけど、まあ、まあ、岸田のリードが悪いとか、まあ、浅野のエラーで負けたとか、まあ、いろいろ意見はあるんですけど、まあ、はっきり言って、そんなに、リードに関しても、まあ、多少ね、ちょっとこう、外したりとか、結構多いんで、でも、あれは、多分、ベンチから出てるんちゃうかなって思うんで、うん。だから、岸田選手のリード、岸田選手が思って 100% やってるかって言ったら、特にピンチの時では、そうではないと思うので、まあ、ベンチにチラって見て、まあ、安倍監督がこう、バーって出してたりするんで、まあ、それは、僕が、2軍にいた時から、まあ、サインをね、出してたことってめちゃくちゃあったりするんで、それは、まあ、岸田選手を、ま、攻めるっていうよりかは、ま、どっちかというと、ま、ベンチかなっていうところもあるんで、ま、それもね、ま、僕よりそうですし、僕より野球は知ってるし、余裕で分かってるし、ま、おそらく、批判してる人よりも、ま、野球をね、100倍知ってる人たちがやってるわけですから、そこは、なんて言うんだろう、ま、難しいところかなと思いますし、うん。で、浅野選手の、まあ、エラーに関してもですね、うん、まあ、先ほど言いましたように、まあ、積極的なプレーなんでね、僕は、全然、これを糧にしてくれて、もっと守備上手くなって、もっと打てるようになってくれた方が、絶対いいと思うんで、うん、そういったところで、まあ、うん、まあ、今日負け痛いですけど、まあ、勝てた試合なんでね、僕 100% 勝てると思った試合なんで、まあ、痛いんですけど、やっぱりこう、オコエ選手のエラーであったりとか、エラーというかちょっとファンブルであったりとか、まあちょっとしたほころびというかね、そういったところから、カープがね逆転したっていうのがあるんで、必ずしもね負けた時っていうのは、ほんまに偶然で負けたっていうのは本当にないと思いますし、絶対ね何かしらこう原因があったりするんで、結構ね勝った
時はね、不思議な勝ちって結構あったりするんですけど、負けてる時って絶対何かしら原因があると思うんで、そういったところで、そのね、原因をね、追求していく、解明していくのが、この小山翔平ベースボールチャンネルだと思ってますんで、ぜひね、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、あ、今日言うの忘れてましたけども、チャンネル登録者数5万人目指してまして、500人違うよ。5万人目指しまして、5万人って暁にはジャイアンツの選手をね、このチャンネルに読んで対談したいなと思ってるんで、ぜひね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は会ってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は会ってきます。じゃあね、バイバイ。